すげえ車が来ちゃってるから。これカーボン、もうこれカーボン、実はバーライト入ってる。これ星空で。お疲れ様です。社長、はい。今日はこれどうしたんですか。今日はですね、すげえ車が来ちゃってるから。すげえ車来ちゃってるよ。ということは経営者乗り切る。そうだね。これやばいよ。見えちゃってる。見えちゃってる。成功者見えちゃってる。こんにちは。こんにちは。寺尾くんです。寺尾と申します。よろしくお願いします。いやすごいですねこれ。カリナ。はい、カリナンすごい。これ俺も同じの乗ったのね。ね、白乗ってましたよね。そうそう、白乗った。はい、でもでマンソリ組んでたんだけど、はい、これもマンソリですね。マンソリです。なんか俺のマンソリとちょっと違う。ちょっと違います、ね。進化してるんですよ。ちょっとだけ進化系になってますね。はい、すごい。うわすごい。え、俺これもなかった。これは、うん、後藤さんの時代からありました。あったの、はい、俺つけてなかったのか。つけてなかっただけ。はい、これすごいな。はい、範囲がすごいです。範囲すごくないこれ。やば。いや、もともと全部カーボンなんですよね。ただみんな塗っちゃってるんで、そっかそっかそっか、そういうことなしめになってるんですけど、そっかそっか、あの僕はもうせっかくね、ボンネットだったらもうカーボンそのままやっちゃおうと思って、うん、抜き出しの方がね、はい、やってるぞ感がすごいね、はい、この辺はまあそれ俺もあったんでね。そうですね、この辺もね、はい、塗り分けで。そうだよね、はい、ボディ同色と、うん、あとカーボンのまあコントラストというか、はい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 、分けてますね。そうかそうか、はい、あそうだよね、これもともとカーボンなんだよね。塗ってるか塗ってないかっていうとこか、はい。そう、これ純正色です。はい。珍しい。珍しい。街で見ないよ。うん。そうっすね。ね、いい色だよね。あの、まあ、グリーンがまあ僕まあ結構好きなカラーで。あ、確かに。はい。そうで、うん、そうなんですよ。そうなのよ。で、あとはまあ差別化を図る。はいはい。まあ、いないもんね。まあ、目立っちゃってしょうがないんですけど。あ、すぐ分かるもんねこれ。はい。まあ、結構こう今回のこのマンソリーのパーツと、うん、まあこのボディカラー、うん、まあ合うかなって。あ、わわ。完成を想像して。で発注かけてるんで、マンソリーを組む前提で、はい、なるほど、そうです。あ、新しいなそれ。マンソリー組みたいがために買うっていうね、うん、それに合わせるっていう色を。そうですね、なるほど、はい、すごい。で俺ちょっと気になったんですけど、はい、これホイール、ええ、これ初めて見た。そうですね、こちらはもともとマンソリーの24インチのホイールを入れてたんですけど、ちょっとまあもう一個パンチ欲しいなと思って、まあ、最近あの流行りの、うん、このディスクで、あと新しいアメリカのブランドで AG ラグジュアリーっていう、まあ、ブランドのホイールを今回履いてるんですよね。アメタンだ。そうです。なるほど。なんか結構マンソリーのホイールもなんかそういいんだけど、ちょっとおとなしいというかね。そうですね、なんか、うん、こっちの方がパンチ効いてるな。そうですね、はい。これ後付けなんだ。後付けですね。そう、これこう、まずあのこのフェンダーをもうチェンジしてます。交換してて、はい、ここにダクトがつくんですね。でこの今のカーボンパーツというのはまた追加パーツ で、うん、で要はね、 これってもう純正じゃないのよ。ここ実はこっからもう変わっちゃうの全部、うん、この音これと全然違うんだよ。そういうことか。あ、もうこのパーツ全体のパーツ自体も変わってる。だからもうこれカーボン。もうこれカーボン。実はこれカーボン。そういうことなんですね。そうで、ここのラインは純正なんですけど、うん、ここは、そうだよね、塗ってもらって、うん、でなおかつマンソリーのロゴもつけてもらった。なるほど。これあれですか、例の社長。そう、これ マークさんがさ、一筆で。そう、マークさんが10万みたいな。そうそう、ああ、そうですね、ね、はい、ロールスのマークさんが。まあ、この辺は多分俺が乗ってた、はい、あの後藤さんと全く一緒ですね。あとはボディと、うん、まあ、カーボンの塗り分けですね。そうだね、塗り分けだね、はい。これもなかった。俺そうですね、うん、あの C ピラー、うん、こんなのもあるんだ今、はい、これも追加されました。いいね、はい。まあ、特段ダクトとかは開いてないんだけど、まあ、でも風ですね。でもなんか雰囲気出るもんね、これだけでね。スポーティー風な、ね、あと、あ、ここもカーボン、まあ、この辺は俺もついてたけど、これなかったな。これも追加パーツだよね、はい。すげえなこれ。なんか本当至る所にカーボン、もうカーボンだらけだよね。そうですね、まあ、あとはサイドマーカーですね。サイドマーカー、あの元々純正のロールスは全部これクリアなんですよ、前も後ろも、うん、確かに確かに。あれ、うん、
はい、本当だ。これちょっと僕の中でこだわりがあって、うん、US 仕様というか、うんうんうん、まあ、赤が US だっけ。そうです、はいはいはい、前がオレンジで後ろが赤なんですけど、うん、はいはいはい、要するにあの US アメリカで走る場合はこれをつけなきゃいけない、うんうん、オレンジも。そうです。あ、そうなんだ、はい、日本はここはつけなくていいので、だいたいクリアなんですけど、まあ、ロールスロイスももちろん当然クリアですし、うん、他のブランドもクリアなんですけど、うん、アメリカの場合はみんなこれなんですよ。あ、それもちょっとこだわっちゃってる。そうなんですよなるほど、すごいね。まあ、ホイールもまあアメリカものなんで、うん、確かにヨーロッパとアメリカのコラボみたいな、コラボね、はい、内装もさ、内装も色いいね、これね。おー、すごいですね。おしゃれだね、うおっと。やっぱこの開き方がいいですね。いいね。そうですね、観音開きで。え、これ中もこう自分でやったんですか。はい、そうです。おー、まあ、中のコンセプトに関しては、うん、あの僕エルメスが好きなんで、はいはいはい、まあ、エルメスっぽく、うん、確かにぽい、はい、うん、今回は作りました。で、外装色と、うん、こうちゃんとマッチするような、うん、まあ、ツートンで考えてて、はいはい、まあ、緑、まあ、外装グリーン で、ね、で内装は、まあ、うん、ブラウンとホワイト、うん、でパネルもホワイトにしました。あれ、本当だ、はい、あ、こんなのあんだ。あるんですよ。すげえ。あ、そうだね、はい、こういうとことかさ、はい、こうあるんだ。結構ね、みんなウッドだったりとかね、そうですね、ここはね、するから、はい、確かにエルメス感、エルメス感ある。すごいね、はい、ちゃんとこうカーペットもさ、色合わせ、はい、部屋に、お金持ちの部屋に置いてあるカーペットって感じ、うん、ラグ車の下に置くやつじゃないですよ、ね、そうそう、これはあのすごいいいんで、はい、いいやつなんで。そうですね、そうです。あの最初はちょっとあの躊躇しましたけどね。あのね、そうそうそう、ね、分かる分かる、こう土足で行くの結構躊躇するんだけど、はい、特にあの雨の日ね、雨だよねこれ石入っていっちゃうんだよね。そうですね、毛足長いと、はい、土足現金じゃないんですか。まあ、一応現金じゃないですね、でもまあまあ気を使いながらっていうね。はい、はい、で、その横のボタンを押して閉まる。そう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 、はい、いや、いいな、やっぱいいよ、カリナ、やっぱいい。改めていいですか、カリナ。いや、いい、はい、ちょっとエンジンかけていいですか。ぜひぜひ。やっぱいいね、この静かな感じがいいよ。ハンドルが降りて、ちょっと降りて、そう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 。メーターはこんな感じになってる、ね、そうそうそう。俺最近やっぱマイバッハばっか乗ってるじゃない。なんかでかいね、やっぱね。うん、確かに、うん、一回りでかいわ、こっちの方が。確かに、これ上、あ、あれですね。そうなんだよ、これスライド入ってる。これすんでも高いからね。170-180万ぐらい、確か、ね、高いよね。高い。そうなんだよ。いや、これもいいね、やっぱ白いパネルもなんか、はい、すごい、うん、おしゃれ、ね、これ匂いですか、これ。あ、そうです。これすげえ、めっちゃいい匂いする。なんかさっきドア開けた瞬間にめっちゃいい匂いする。めっちゃいい匂いする、これあ、めっちゃいい匂いしますね。成功者の匂いがする。いや成功じゃねえ、これね。あ、やばいね、これね。あ、あとオプションで。そうだね、はい、オプションで付けました。あ、オプション、はい、何だったっけ、名前忘れた。ビスポーコーディオって書いてある、うん、いいやつだ、いいやつ。そうですね、ここはあのこのマークを入れることもできるし、入れないこともできるし、あとはフライングレディのものも、はい、入れられるんだ。そうなんですよ。はい、これ入れるのも金かかるんですか。若干確かかかったと思います。忘れてよ、忘れてよ。ロールといえば、お、ね、お、傘の色も変えられるんですけど。あ、そうなんだ、はい、これ変えてないよね。変えてないです。これ結構ね、やっちゃうのがちゃんとこれ締めないと危ないんだよ ね、うん、これね、危ないです。ここぶっけちゃうんで。そう、ぶっけちゃうの。これで多分大丈夫かな、うん。オプションだけでもどのぐらいの金額かかってるの。まあ、大体ロールスってオプションってやっぱ800,000円ぐらいいっちゃいますよね。で、なんかもう込みだから、なんかオプションがいくらなのとか分かんないよね、もう。なんかそうですね、まあ、大体こんぐらいかなっていうのは分かるけど、なんとなく、そう、まあ、なんとなく800万ぐらいかな。多分超えてると思うよ、これ、うん、もはや超えてる、はい、あとはまあ後ろに、僕はこの車は乗らないので、うん、あの後ろのシートの、あれは、はい、それが違うわ。あ、そうだ、俺はセパレートだったんだよね、はい、そうそう、これは5人乗れるやつだ、はいはい、それだけでも確かに200-300万変わっちゃうんで。確かに、だからまあ一個一個こう組み立てていくのは結構大変ですけどね。ちなみに
気になる、まあ、全体のこのロールスロイスの金額、いくらぐらいになるんですか？車両と、まあ、カスタム費、はい、どうすかね、多分8000万ぐらいだと思います。まあ、マンソリーとか、まあ、ホイールのカスタムだけでやっぱ、うん、2000は必ず行くんで、カリナンは。で、ホイールもね、もう2個目だもんね。そうですね。恐ろしいですね。恐ろしいよ。ただ、恐ろしいと思ったろ。もう一台恐ろしいのあるから。実は。成功者か。そうそうそう。いや、まだまだです。はい、ちょっと2台目は次の動画でお楽しみということでね。あ、なんかやってますよね。なんか宣伝したいものあれば。そうですね。ちょっと恥ずかしいですけど。TikTok をやらさせていただいていて、私が来たっていう名前で一応あの活動してます。もしよかったら、はい、見てみてください。ちょっと概要欄貼っとくんで、はい、よろしくお願いします。じゃあ2代目は、はい、次の動画で、はい、お楽しみに。